なんか小魚がめっちゃいっぱいいる。はい、ということでおはようございます。今日はもうほんとね、朝の9時過ぎから多分ね、気温がね30度超えてるような天気で、もうあのほんと雲一つない青空です。ここのところね、またねカメラ関係の話題っていうのが豊富というか、昨日ねニコンがね新しいカメラの Z30 ね、ちょっとまた月曜日のカメラニュースのまとめでちょっと触れてみようと思うんですけれども、それとは別にインスタ360がね結構衝撃的なデュアル1インチセンサーの360度レンズっていうのを発表して、まあね今ね使っているのはね従来版で1インチデュアル1インチじゃないんですけれども、あれがね個人的に結構こう気になるというか、個人的にこの360度っていうのがね結構こうカメラの新しいトレンドになるんじゃないかっていうふうなので可能性を感じてるんで、であとねこのねインスタ360の 1RS もいつの間にかあのファームウェアアップデートっていうのがかかっていて、なんか 4K60p で撮影できるようになったりだとか、あと音声がね改善されたっていう話なんで、ちょっとその点どれぐらい変わったのかっていうのね、やっぱりねこのカメラはねちょっと音声がねちょっとなかなかこう使いづらいというところがあったんで、それがまあどれぐらいね改善したのかっていうのもちょっとチェックしてみたいかなと思います。というわけで今日はちょっと360度雑談というか、まあそんな感じで一本動画作ってみようと思います。にしても本当今日めっちゃ暑い。これは本当結構きつい。まだ朝ね9時過ぎでね、もうかなり暑い感じなんで、いやもう本当やばいっすね。はい、そんなわけで熱中症にご注意ください。はい、どうもこんにちは、むかげです。ということで今日はねいつもと違ってこの BMPCC4K に 9mm の F1.7 ね、 35mm 換算すると 18mm の超広角レンズをつけてこの室内撮影しています。で今まで僕はこの室内の撮影では 35mm 換算すると 40mm の、ね、標準レンズっていうのをつけて、まあ、撮影していて、それだとねかなりこうあのカメラはね全然こう手が届かないぐらい遠くはなるんですけれども、結構ね引いた感じで落ち着いた絵っていうのは、まあ、作ることができて、まあ、気に入ってはいたんですけれども、まあね新しいレンズっていうのもあのこの室内で使えるかどうかっていうのを試してみようかと思って今日は導入しています。でそうするとねやっぱりいいところっていうのはこの手元ね、これだとやっぱりこう画角っていうのはだいぶ広いんで、手元とかっていうのも、まあ、簡単に写すことができたりだとか、あとね今ねこの目の前にねあの PC っていうのを置いてるんですけれども、この PC はね見えないんですよね。結構この画角っていうのはいいかなというふうに思って、まあ、試してみているんですけれども、一方でね結構大きな弱点としてはやっぱりこれだけ画面が近いとですね、あのモニターっていうのが確認できないんですね。で今この BMPCC なんであのバリアングルではないんですけれども、このカメラの上にねこの HDMI であのモニターっていうのを、これをね見ちゃうと途端にね視線がね外れてしまうんですね。で 40mm の、ね、レンズを使っていた時っていうのは僕ほぼほぼねレンズではなくてこのモニターっていうのを見ながら喋っていたんですけれども、それだけね離れているとねあんまりね目線の動きっていうのも気にならないところが、このレンズだとやっぱりね物理的にレンズとの距離が近いっていうこともあって、まあ、あの視線を外した途端にあのそれが分かってしまうんでね、その辺ねちょっとこう慣れは必要かなと思うんです。今日はちょっとまあこういう感じで、動画一本作ってみようと思っていて、でねネタはねこれですよ。これあの先日インスタ360が結構電撃的に、新しいね360度レンズ、1RS 1インチ360度版っていうのを発売したんですね。これなんかこう事前にアナウンスとかっていうのあったんですかね。僕はあの全然こう気づかず、でしかもここのところは昼間も暑いし、まあ、僕自身ドタバタしていたっていうこともあって、特に今週はねずっとね動画撮影とかっていうのをすることができなかったんですね。ほとんどあのストック動画ね撮りためていた動画っていうのを、まあ、放出する形でやりくりしていたっていうこともあって、あんまりねネットっていうのを見ていなかったんですけれども、今日ね朝ねあの YouTube とかっていうのをチェックしてみると、あの僕が普段ね見ている YouTube チャンネルね、海外のこうカメラ系の YouTuber さんだとか、あとまあドリキンさんだとかが一斉にこのインスタ360の 1RS のね1インチのこう360度版レンズっていうのを紹介していて、あのこれねやっぱりね結構ねテンション上がるというか、あのまあ結論から言うと僕は買わないんだけれども、でもねやっぱりね欲しくなるなっていう感じで、ちょっとね今日はねその辺のこう雑談をしてみようかなと思って、今日はあの朝から360度っていうの、これがあの1インチ版じゃなくて従来版ね、ちょっと数週間前に僕もこの360度レンズっていうのにハマっていろいろとこう練習をしていたんです。それでやっぱり思ったのは、現状僕が使っているカメラ周りではね
一番ねこう伸びしろがあるというか、あのこれからの展開が期待できる、そういったこうジャンルだと思うんですね。で僕は普段ね、例えばこういったこうGH6 のような DSLR 系のカメラであったりだとか、あとねこれね、あの GoPro みたいなこうアクションカメラっていうのをよく使っていて、この2つのアクションカメラにしても、この DSLR のカメラにしても、もうある程度ねこう踊り場に出てるというか、ほんと数年前まではこういったこう DSLR にしても、こういったこう GoPro 系のアクションカメラにしても、毎年毎年何かこうなんか新しい商品が出るたびに、まあ、驚きがあるみたいな感じだったんですけれども、ここのところはねもうそういった大きなドラスティックな進化っていうのはあまりなくて、それこそこう一般の人はほとんどこう気にしないようなところで進化をしているっていう風な感じで、例えばこういったこう DSLR がミラーレス化した時っていうのも、一眼には画質はかなわないでしょうみたいなところだったのが、あっという間にこう変わらないレベルになって、でしかもカメラそのものがどん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 小型化されていって、でなおかつ動画機能っていうのも毎年毎年すごいこう進化っていうのがあるような感じだったのが、まあ、この数年はそこまでの大きな進化っていうのはなくて、例えば 6K になったり 8K になったりだとか、まあ、ビットレートがどうだとか、あとまあコーデックがまあログになったりローになったりだとかっていう風に、こういうのってまあほとんど一般のユーザーには結構あんまりこうピンとこないところだと思うんですよ。今そういうアップデートのフェーズっていうのはそういうところになっていて、この GoPro なんかでも同じような感じなんですよね。 GoPro5 だとか6だとか7の頃っていうのは、例えばこうハイパースムースの手ブレ補正がめっちゃ優秀だとか、あとタイムワープの機能が面白いだとか、あとまあ 4K になったとかっていう感じで、まあ、モデルチェンジごとに大きな変化っていうのがあったんですけれども、まあ、ここのところその辺のこう進化っていうのは穏やかになってきている印象で、まあ、なんかこう技術的にこう踊り場に立っているなっていう風な印象なんだけれども、一方ねこのね360度に関してはまだまだ伸びしろだらけというか、僕みたいなこうカジュアルユーザーがこれを、ね、初めて使ってみても、この点はまだまだ改善できるよなとかっていうのが、そういうのがちょっと使っただけでもね、思いつくレベルで伸びしろがある、そういったね、ガジェットっていうこともあって、結構やっぱりカメラ系ではね、それがまあ360度カメラぐらいなんじゃないのかなっていうふうな気がするんですよね。でまあそういう流れの中で、今回インスタ360の 1RS っていうのは1インチのセンサーね、こういったコンデジとかに積んでいる1インチのセンサーっていうのを、まあ、2台搭載しためちゃくちゃこう贅沢なカメラなんですね。でしかもその1インチセンサーに組み合わせたレンズっていうのもライカレンズっていうことで、これスーパーズミクロン A6mmF2.2、まあ、ASPS アスペリカルっていうことなんですよね。でこの辺ね、まあ、ズミクロンっていうと僕なんかどうしても F2.0 っていうね感じがするんですけれども、この辺はスーパーズミクロン A っていうことで大丈夫ってことだなと思うんだけれども、多分このライカ製のこうズミクロンレンズってシャープがねアクオスで1インチセンサーを積んだスマホを出した時に、あれもこうライカレンズで、あれもね確かにズミクロンっていう名前がついていたはずなんですよ。多分その辺のこう技術っていうのが今回のこのインスタ360でも使われていると思うんです。いずれにせよね F2.2 の明るいライカレンズっていうのが前と後ろに2台ついて、でそれぞれに1インチセンサーがついているっていうことなんで、やっぱりかなりに出てくる絵っていうのが綺麗なんですね。僕もね今朝ねいろいろと時間がない中そういった動画っていうのを漁っていたんですけれども、海外のクリエイターでこうブランドン・リーさんね、このインスタ360の 1RS なんかも使ってめっちゃスタイリッシュな動画とかって撮られてる方なんですけれども、その人の映像を見てもね、やっぱりねこのね僕が持っている従来のこう360度のインスタ360と比較してもね、やっぱりね見た感じでもうね解像感がガラッと違うんですよね。でこれがねやっぱりねめっちゃ気になるというか、っていうのも僕がこのね従来の360度レンズを使っていて、やっぱ一番ね気になったのがね画質の面なんですよね。どうしてもこの360度で撮った映像っていうのを、まあ、リフレームする際にほとんどの画像っていうのを切り捨てることになるんで、その分どうしてもねこう解像感っていうのを失われてしまうんですけれども、今回は1インチセンサーが2台っていうこともあって、その点のね画質の低下っていうのがねあんまりなくて、見た感じも解像感が高い映像が撮れて、でしかもねやっぱりこのインスタ360のデスクトップアプリケーションっていうのが、まあ、結構まあもともとね充実していたっていうこともあって、 AI によってまあ低照度下の環境でもまあかなり綺麗な、まあ、ノイズが少ない綺麗な映像が撮れるっていうことでね、でしかもねこうカメラの、ね、見た感じっていうのもね一時のこうタフカメラみたいな感じで、またねちょっとこれまでとは違ったこう新しいフォームのねカメラっていうこともあって、まあ、こういうのね結構個人的にね弱いんでね、これねパッと見た感じはねもうこう買いだなっていうふうに思ったんですけれども、まあ、1インチセンサーとライカレンズを普通セット積んでいるっていうこともあって、込み込み版になるとね12万円弱になって、でこのねコアね
このコアの部分っていうのはこの 1RS と共有っていうこともあって、1インチのこう360度レンズのみっていう風になっても、まあ、96,600 円っていうことなので、まあ、10万円の買い物になっちゃうんですよね。これがねやっぱりねどうしてもねもうじきねやっぱアマゾンプライムデーっていうのもあって、散財祭りが始まることも決まってるんで、なかなかね、その点でね、こう、臨時のね、散財っていうのはできないような状況なんで、現状ね、ちょっとね、待っている感じなんですけれども、で、やっぱりね、今回ね、こう、インスタ360が、まあ、360度にね、特化したような、レンズっていうのを出してきたことで、やっぱ気になるのはね、これですよね、これ。GoPro さん。GoPro がやっぱりどうなるのか。で、やっぱりこれだけね、こう、360度カメラに伸びしろがあるっていうのは、当然もうね、メーカー側としても認識しているはずなんで、やっぱ GoPro の360度カメラね、GoPro Max ね、これのやっぱり後継機っていうのが、僕の感覚としてはね、ISO 360このタイミングで出してきたんだったら、もうじきね、GoPro もね、この Max のね、後継機っていうのを出してくるんじゃないかっていうふうな気がね、しているんで、まあ、だとするとね、僕はね、本命はね、そっちになるのかなと。この辺もこう360度カメラの投資っていうのもね、 GoPro の動きっていうのをね待ってね決めようかなと。ただやっぱりとりあえず360度、まあ結構来てるかなと。でやっぱりこれねハードだけじゃなくてソフト面でもねまだまだ進化できるかなっていう風な印象なんですよね。カメラだけじゃなくて編集周りとかでもこの360度ってまだ伸びしろっていうのが全然あると思うんでね、まあ、今後ね本当にこうメタバースとかっていうのが流行ってくるっていうことになるんだったら、まあ、一気にねカメラのトレンドっていうのも360だとか VR だとかね、あと 3D だとかそっちの方に移る可能性っていうのもあると思うんで、この辺こう360度カメラっていうのに注目しながらこの推移っていうのをね見守っていきたいかなというふうに思います。まあ、こんな感じで日々動画更新しておりますので、気に入っていただけましたらいいねチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺でおもかげでした。